はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。さあ今回はですね、アップデートが来たんですけれども、かなりですね、すごいことになってまいりました。今回いろいろレジェンドマッチだとか、ピックアップスカウトとかいろいろ来ている中で、一つですね、皆さんこちらです。すべての星子サカツクスターズが再登場。今までに登場した星子サカツクスターズが交換所に再登場。星子サカツクスターズとゴールドコインとの交換を終了する予定です。で、赤いね線が入ってはいるんですが、現状ですね、サカツクスターズの選手っていなかった選手がいたんですよね。なんでもうその選手が手に入らないんだったら、ちょっと諦めてもいいんじゃないのみたいなねことがあったんですけれども、追加されました。戻ってきました。なんでね、いやもう誰々いないから金コイン使っちゃおうって思って使った方、本当にもう心の底からドンマイという言葉をね投げかけるしかないような状況でして、私自身もですね、すごいドンマイといったような状況に追い込まれてしまったんですけれども、金コインね大切に取っておいた方、現状、交換できるので、ぜひぜひね、欲しい方は終了時期でね、交換終了する予定なので、その予定までに、取っておくといいんじゃないかなと思います。さらにですね、星5選手に対してシーズンポジションに関係なく使用できる限界突破練習アイテム、これによってですね、何ができるかって言ったら、もちろんサカツクスターズもそうですし、例えばね、ロナウジーノだとかロベルト・カルロスみたいなね選手も限界突破ができるようになりましたっていったところがね、まず一つ目大きな報告です。で、それからさらにやっていきましょう。今回ですね、かなりアップデート情報満載ですので、一つ一つね、手短に行けるところは手短に見ていこうかなと思います。まずは、新監督&ポメコン追加、ソリーレ3バックの、真ん中5枚のトバントップですね。ただこちら3バックっていったね、そもそもちょっと難しいフォーメーションの形から、コンボ効果パスマークキープと、悪くはないんですけどね、スリリング3にはって形ですね。でお次はファンハール監督ですね、こちらも3バックの監督となっております。コンボ効果はマークパワーパスカット、両方ですね、わざわざ今更取り入れなくてもいいかなといったフォーメーションコンボではあるんですけれどもね、まだ初心者の方で揃っていない方なんかはぜひぜひ獲得しに行ってはいかがでしょうか。そして、毎月買っている方、朗報でございます。プレミアムパスですね、内容が少し変わりました。ちょっとですね豪華になったのかな、プリセットっていったものが、登場しまして、機能がね一枠追加されます。これ何ができるかって言ったらですね、アリーナで、獲得できる新報酬のアリーナリング数が 100% アップっていう、マジでもうやばい。アリーナリング数 100% アップもねすごいんですけど、デッキをね、今までは例えばそのレベル上げしたいって考えたら、その元々のベストポメコン4つプラスのレベル上げって感じでやらなきゃいけなかったんですけど、形でね購入しておけるようになったので、購入じゃないですね、形で固定しておけるようになったのでね、よりフォーメーションコンボしやすいのかなと。さらにおまけで星5確定スカウトチケットがもらえます。で、2019年の、2月14日本日のメンテナンスまでにプレミアムパスの効果が持続していた方に対しては、星5確定スカウトチケットが1枚無料でもらえるといったことなので、課金してる方、パス買ってる方はね、ぜひぜひ受け取っておいてくださいってことで、このサカツクスターズのは流して、限界突破アイテムこちらですね、サカツクスターズの方でもお話ししたんですが、どんな誰でも何でも幻突できるよっていうね、めちゃくちゃいい幻突アイテム来ましたね。さらにですね、これゴールドコインで交換できます。これがねまたね、これがまたねすごいですね。限界突破5段階目は1800ゴールドコインといったところで、以前ですね、金コインを星5確定チケにもういいでしょって思って変えてしまった方なんかは、結構ここで痛い思いをすることになってしまったのかなと思います。やっぱりですね、1段階目2段階目くらいならまだしも、やっぱり性能が大きく変わる4段階目5段階目、この選手上げたいっていう選手をね上げるための金コイン、取っておいたらよかったのかなとかも思うんですけど、そううまくもいかずですね、限界突破ゴールドコインで獲得できるようになりました。ただですね、現状、残しておいてない方は金コイン50枚で星5選手1人なので、実質
5人集めるのとそんな難しさ変わらないよねぐらいの金コインの枚数なんでね、あの無課金の方には相変わらず関係ないような内容でございますけれどね、めちゃくちゃ課金している方なんかは金コインにね、いらない星を売って金コインに変えて星がもう幻突みたいな感じでもいいのかなと。特にねゴールキーパーなんかはあの全てのフォーメーションで戦術とか、まあ、ありつつもあまりねあの戦術位置気にせずに使うと思うので、もう例えばドンナルンマとかね持ってる方なんかはもう壊れてドンナルンマつぎ込んでもいいんじゃないかなとか、クリスティアーノ・ロナウドねフィニッシャー持ってるんだったらもうそれでやっていいんじゃないかなとか個人的には思います。はい、ってことでですね、あとはバレンタイン特別キャンペーンといったところで2500個無償がログインボーナスで開催されました。こちらに関してはですね今日からなので2月14日から2月の20日の約1週間ですね、これで、GB500 個が無償でもらえますし、アップデート記念ログインキャンペーンといったところでですね、こちらに関しては約大体1ヶ月弱ですね、まあ、かなり豪華なログインボーナスとなっております。ログインするだけなんでね、あの時間ない方もとりあえず今日ログインしとこうみたいな感じでババッとねログインしておいたら GB たくさんもらえるのでいいかなと思います。さあさあ、まだ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 来ますけれども次はピックアップニュースカウトの方を見ていきましょう。コケにイアゴアスパスに誰だ、あともう一人ちょっと顔がわからないけど、追加されましたね。こちらは、普通常版に加え特典付き、まあいつものステップアップですね、プラスの星5確定スカウトチケット1枚付きといった形で実施されております。実際にちょっとじゃあガチャの方をね見に行ってみましょうか。こんな感じですね。さあステップアップの方は1連目で、1連目、3連目、5連目でそれぞれね、星5確定枠、上昇だったり確定といったものが用意されておりまして、あとはですね、ビブスがかなりの数もらえますね。これはこれで嬉しいところ。そしてもう一つは星5確定チケットですね。さあ、見ていきましょう。ボーナスプラス 50%。はぁ。マリオ類、マチュイディにベロッティにコケにイアゴアスパス。あ、マチュイディ絶対これは欲しい。さあ、マリオ類から見ていきましょう。追撃のスイッチといったところで組み立てサイドバックマルセロとかと同じですね。超回復にフィジカル、まあ結構いいんじゃないかな。うん、結構使いやすそうな、選手ですね。もう一人がマチュイディ、ブレスマチュイディ、こちらは私好きですよ。お、ボールリーパー、カンテと同じくボールリーパーですね。これは嬉しい。まあ根性超回復、根性超回復か、どっちかでよかった。そして性能低い、絶対マチュイディ9000超えていいでしょ性能。まあただ特徴が結構ぶっ壊れなのでね、まあこれで性能まあ総合値まで高くしちゃったら、まあちょっと強すぎるのかな。ダイナモですね、本当にカンテと同じような感じで、お次がベロッティですね。ベロッティは今どこのクラブにいるんだっけな。サイドアタックに連携に超回復、最近連携超回復多いですね。左ウィングの、左ミッドフィルダーですねのスラローマー系統といったところでですね、結構欲しい方多いんじゃないでしょうか。特にね得意戦術サイドアタックなんで私はものすごく欲しいですね。はい、お次がコケですね。トップ下の司令塔、ポゼッション、連携、大部隊に強い精密機械。あ、なんか弱くなってない？コケ総合値が上がって、総合値は上がったが特徴は劣化したと。まあ悲しきかな。コケなんかは本当にハードマークするんでね、根性1個ぐらいつけてもよかったのかなとか思ったりするんですけれども、今のコケがね特徴下がって総合値上がったような感じで、ただですね得意戦術がサイドアタックからポゼッションになっているので、そこはちょっとした変化ですね。さあ最後はイアガスパス、ライトウィングのテクニカルドリブラーですね。カウンターにスパサブホームにドリブルマスターと、まあまあ良くも悪くもってところですね。はい、ということで新しくね新星5選手5名追加されました。個人的な一番の当たりはベロッティ、次がマリオルイスじゃ、マリオルイじゃないかなと思います。超回復フィジカル使いやすいですしね。はい、であとはマチュイディで、まあいやガスパスコケって感じなのかな。まあトップ下のね司令塔であまり強い選手持ってないよって方は、ぜひぜひ取りに行ってはいいんじゃないかなと思います。ちなみに今回のガチャはゴールキーパーは実装されていませんね。はい、あとは星5フィニッシャーも実装されていないのかな。そうですね。なんでまあめちゃくちゃいいガチャってわけではないんですけれども、まあ欲しい選手がいる方はねぜひぜひ引いていただければと。さあそれでは最後いきましょう。ようやくですねレジェンドマッチ来ました。オフェンスミッドフィルダーのテホーが報酬としてもらえるこちらレジェンドマッチで、
ございます。遊び方としては普通に遊ぶだけ、ポイントをね貯めて、ポイントが貯まったことによって様々なね、アイテムがもらえます。 GB ももちろんもらえますし、星5選手もねもらえます。で、ここなんですけれども、レジェンドマッチ勝利とミッションクリアでポイントが獲得できるんですが、このポイントですよね、まあ、結構ポイントをまあ集めるのが大変なのかなと思うんですが、難易度がいくつかありまして、難易度が高ければ高いほどもらえる報酬が美味しいと。で、ポイントゲージがマックスになると星5選手がもらえて、さらにこの星5選手は何回も受け取れるので幻突できます。これが本当に強いですよね。本当に強い。はい、レジェンドマッチの参加方法としては普通にバナーのタップですね。バナーのタップからレジェンドマッチに参加、曜日マッチもね同じように参加ができます。そして実際に試合をして、挑戦すると、ここを見る限りはですね、スタミナの消費量がちょっと多いですね。うん、まあ、かなり多いですね。ちょっとではないですね。結構多いですね。さらにですね、先ほどガチャの画面言っていただいたところで、あの 50% とかボーナスって書いてあるのがね見えたと思うんですが、その選手をねスタメン起用、そしてベンチ編成すると、まあ、ボーナスが加算されると。いやらしい手ですね。あのすごい昔の、知ってる方多分いるかな、なんかあのモバゲーとかグリーのまだブラウザゲームでやらされていたイベント特攻みたいなやつですよね。イベント特攻のガチャ3選手みたいな性能で、まあ、その分ちょっとボーナスポイントが入るみたいなね、あの方法なんで、まあ、よくいいのか悪いのかちょっとわからないんですけれども、あのよりねガチャをまあ引くっていったことですね。本当にね、あのゴンゴン星5選手集めたいって方は、ガチャ引くのがまあ前提になってきて、ガチャでね新星5選手を引くのがまあ前提になってきてしまってるのかなと思います。今回のねレジェンドマッチは、1週間の期間で、まあ、それぞれ報酬があるんですけれども、1万ポイント食べることで手法がもらえると。手法はオフェンスミッドフィルダーのアタッカーですね。8530とまあまあな総合値では、ちょっと低めかな。でスター選手とプロ意識が高い、まあここに関しては結構、まあ、特徴は微妙ではあるんですが、まああの報酬でねもらえる選手なので、うん、まあアタッカーいない方なんかはね全然取ればいいと思いますし、アタッカーもね今使ってるアタッカー総合値微妙だなみたいな方なんかはね、どんどん、ゴリゴリで回してね、1突2突でも、かなり強くなってくるかなと思いますので、おすすめでございます。同じようにね予備マッチも来ております。予備マッチに関してもね、基本的には同じです。ポイントゲージがあるような形となっておりますね。はい、でまあ、それぞれ報酬が あるんですが、こちらに関してはですね、星5の選手が、まあ、報酬で来ないので、まあ、スキルも AA といったところでですね、まあ、ちょっと若干使いにくいかなとは思いますね。ただですね、あの曜日マッチ、もらえる選手が例えばねコロンビア、このゴルドバだったらコロンビアのゴールキーパーですよね。このようにですね、まあ、インターナショナルカップを優勝していないチームのね、選手がもらえる可能性があるって考えたらかなり有利かなと。かなりねあのインターナショナルカップに対してね、挑みやすくなってくるのかなと思いますので、ぜひぜひね無課金の方も課金してる方も取りに行ってくださいってことで、だいぶねあの駆け足での紹介になってしまったんですが、かなりね情報量が多かったので今回はこんな感じの動画にさせていただきました。サカツクスターズだけね皆さん本当に取りたい方、今のうちに取っておくといいんじゃないでしょうかってことで、どんどん課金してね、新しい選手手に入れてポイントぶん回すもよし、課金せずにねゆったりぶん回すもよしってことで、レジェンドマッチ楽しんでいきましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております、トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。